皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドパート64やっていきましょう。今回はこちら、前回解けなかったコログからやっていければと思いますが、なんか動いてるものとかあります？そう、前回も見つけられなくて今回も見つけられない気がしてるんですけども、コログ1個でこんな時間かけちゃって大丈夫ですかと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 あ待って、あった。ちょうど見つけた。ほら、オーケー、うまくね。どうしたどうした。MK さん、今日もちょっと弓矢の才能が隠しきれていないんですけども、うわ、見つかったということでコログゲットすることができました。いや、ちょっと分かりづらかったね今の。そしてコログの面かぶってるので、他にもコログがあったら反応するはずでございます。今下のマップのところで見ると、赤いところがハイラル城になってるので、まあそっちに向かいつつ、また祠とかコログがあったらやっていく感じにしましょうか。そう、ハイラル城の中でね、3つぐらいやりたいことがあるんですよ、ミニチャレンジでね。今回そちらを全部終わらせたいんですけど、鹿がいる。おい、いた？一発？オッケー。ヘッドショットだったのかは分かりませんが、上獣肉か、極上ではないんですね。そしてハイラル城はあっち、待って、こっちとかも怪しいよ。そう、結構ね、前回もそうなんですけど、この辺来てないので、祠とかもあったりするんですよ。歩行ガーディアンがいましたね。歩行はちょっとやだな。歩行じゃなくて、固定型だったらまあまあまあ無理やり逃げ切ればいいんですけど、歩行は嘘でしょ、この距離でバレるの。ちょ、待って、この距離でバレると思ってないって。落ち着け。おい、OK、 待て、このまま行くしかねえな、もう。これとりあえず走ってれば避けれると思う、一発。わあ、待て、うわ、もうそんな近くまで来てんの。ちょ、やめて、痛い。上上がるぞ、これ上上がればもう大丈夫じゃね。なんか範囲に入ってない気がする。ほい、これでどうすか。おっと。発見しちゃったんじゃないの、 MK さん。こっからだったら余裕では。え、これ弓矢でしか攻撃できないかな。あ、こいつ真横しか見れないんだ、今知った。え、そうなの。みんな知ってた？ガーディアンって上にいたらさ、わかんないんだよこれ。まあ、わかるタイプのガーディアンもいるんでしょうけど、こいつはわかんないタイプだ。そしたら、はい、王家の弓にしまして、ほい、本当はね、上からこれ剣とかで叩き切りに行けばいいんだろうけど、そんな勇気はないぞ。ん？バレた？一瞬バレた音したけど。ほい、なんとかこれで1000まで減らした。これさ、できれば古代のコアとか欲しいから無理やり倒しきりたいんだよな。おい、あ、やべ、待て、あ、離れたらバレる。オッケー、これヘッドショット連続で打ってればなんとかなるんじゃね。お、待てよ、これ見つかったとしてもヘッドショットさえ当てまくってればこれいけるんだ。ちょっと初っ端からガーディアンと弓矢で地味な戦いを繰り広げておりますが、皆さんちょっとせっかくなんでね、古代のコアとか欲しいですから、ま、我慢してください。ほら、オッケー。これで倒しきって、オーミファーの祈りもいつでも使えるようになりまして、コアあります。うーわ、せっかく頑張ったのに。ないんかい、コア。コアが欲しかったんだけどな。まあごちゃごちゃ言ってもしょうがないか。そしたらハイラル城の方入っていきましょう。下のさ、そのトロッコみたいなところ、無理やり入れるかな。お、宝箱発見。じゃあこちらもゲットしていきましょう。中には、お、古代兵装や、これでかくない？古代兵装やって、ジャストで当たればあれなんですよ、歩行型でも何でもガーディアン一発なんですよ。こんなんもらっちゃっていいんですか？ありがとうございます。そしてハイラル城到着しました。あ、なんかありますね。爆弾で壊せるところが。ここさ、なんか道になってんのかな？それとも、レア交渉とかそういう話かな？爆弾投げて、どうでしょうか？入り口なんかの、あ、違うな。宝箱だ。中には何が入ってますか？ 100 ルピーありがとう。そう、1万ルピー大妖精に払ったから MK さんちょっと金欠でさ、お金があったら本当にありがたいですよね。そして待てよ、ここはどっかに繋がってると思うんですけども、うわ、歩いてきていいとこかな。マグネでさ、どっかにトロッコあったら上に乗せたいんだけども、こんにちは。で、私の記憶が、あ、トロッコあった。私の記憶が正しければですね、ハイラル城の地下って1個祠があったはずなんですよ。
それをなんとかクリアしたい。そしていつでもハイラル城にワープできるようにしたいんだよな、できれば。ほら、オッケー。あれ、あ、倒したか消えちゃったのかと思った。はい、西コード、あららららら、倒したけれど凍っている。これさ、こういう西行動とかこういうのも全部埋めないといけないんだっけ、マップ。それやらないと 100% にならない。嘘だとしたらやばくね。はい、そしたらここ乗って、待って、ビータロック打ってからにするか。はい、ビータロック、うら、ほら待て、方向、待て、方向、リンク、何やって、ちょ、リンク何やって、一回乗るしかねえ。いや、待って、バカ、危ない、オープン、いいって、なんだ、いいって、何すんだよ、帰んないで、帰んないで、どこ行くの、君に乗ってきたいんだって。え、どこまで行った？やっぱこれさ、上に乗ってからビタロックした方がいいのか。はい、上に乗って、で、ビタロックして、もう素直にこれ、こうしよう。これが一番いいんだわ。ほいほい、方向しっかり合わせて、これでどこまで行けるかな。はい、マックス。どうだろう。はい、ガタンゴトン。結構上り坂だけど大丈夫。オッケー、下り坂入って、マグネとかさ、うまく組み合わせれば無限に動かせたりもするんですが、ここで止まっちゃうか。もう一回行く？なんかここまで来たらもう、すぐそこを歩いていけばっていう気もしますけど、せっかくだからね、風情を持ってトロッコでやっていきましょう。方向合わせて、どうですか？これ下とかもちょっと気をつけようね。なんかあるかもしれないよ。え？こんにちは。こっから中入れるかな？え？あ、これ、待てよ。ガーディアンの、え？あれがあるんだけど。あの、残骸が動かない。これ大丈夫？そして、コログ反応してんな。上？ここ？え？鳥の卵とかあるけど。どういうこと？鳥の卵よくわかんないんだけど。こっち？しかもこのガーディアンのさ、あれ、なんか、跡みたいなやつ、拾えないし、ネジとか。あ、これだ！あ、鳥の卵ここで使うのか。なるほど。ここで、あ、待って、これ温泉？回復？あ、回復だ！めちゃくちゃありがたい。よかった。っていうかさ、ハイラル城に入っていいさ、あれじゃないと思う、MK さん今、料理。料理の数がハイラル城に入っていい状態じゃないんだが。まあでもそんなこと言ってももう入ってきちゃったからしょうがないわ。このまま行きますよ。まず鳥の卵を持って、こちら置きます。で、コログを、まずは、あれ？え？おお、だよね。びっくりした。今音鳴った？コログの。MK さんの耳悪かっただけ？いつものコログの音が鳴らなかったような気がしちゃった。そして、うわ、これ、回復。奥に入ればもっと回復するとかある？このほら、こことかにいればさ、回復速度が速いみたいな、全身使ってるから。ないか、そういうの。なさそうですね。そしたらここの、あ、え、ゆで卵、何それ。鳥の卵ってここに置いたらゆで卵になるの？そうだったっけ。知らなかった。 MK さん、みんな知ってた？ゆで卵にできるんだって。へえ。へえですね。と言ってるうちに結構回復してきましたよ。あとハート3つ分、せっかくだから満タンにしてから進んでいきましょうか。でね、祠があったと思うんだよな。今マップで見るとそこか。とりあえず、ぐるっと一周さ、下回ってみましょうか。はい、あと1回で OK。体力満タン、ありがとう。温泉とかあるんだね。なんかハイラル城の下に温泉湧いてると思うと地盤大丈夫って気がしますけども。こっち、あ、なんか今赤いの見えなかった？え、気のせい？今ここになんかなかった？怖いんだけど。リモコン爆弾置いて、リンク離れて爆破。ほら、なんかガノンのあれがあるよ、モヤモヤが。どっかに目あるかな。目があれば撃ってそれでって感じなんですけども、こっちは行き止まりは、まあそりゃガノンの本拠地だもんね。ガノンのモヤモヤぐらいあるわな。あ、またコログだ。何こっち、ちょっと待てよ、 BGM が怖すぎる。上かな。いや、落ち着け。こっちじゃないか。どっちが正規ルートだろう。こっち入ってもいい？ああ、何ここ。え、牢屋だって。あ、なんかあるよ、あそこに。こんにちは。コログ反応しなくなったし。まあいいや、牢屋の帰りにでも、そのコログはやってこう。こう来て、
木の矢5本ゲット。あ、壊せるね。ここ壊しましょうか。リモコン爆弾を、あ、たたた、リモコン爆弾、わ、たたた、置いて、なんだあれ、288って体力出てるけど、何、誰がいるの、こんにちは、あんまり強、うわ、なんかいっぱいいるね。ここ開くの、え、開かなくない、ちょっと待って、ここ開かなくない、マグネかな、マグネで、違うな、ここどうやって開けるんだろう。とりあえず、あそこ撃っとく？ここ撃てばなんかわかるかな？え、おお、これで開くんだ。へえ、うわ、やっべ。ちょっと待って、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。ちょっと落ち着けよ。まずは、君。嘘、え、なに？あれ？なに？あれ？ちょっと待って。あそこにレバーみたいなのがあんのか。なるほど。これさ、いって、そっから当たんのかよ、攻撃。まあ、こっちも弓矢使ってっから何とも言えないんだけど、ほら、え、こっちの攻撃当たんなくない？嘘でしょ？あ、マスターソード、威力上がってる。ファイナルゾーン入ったからか。ほら、待って、当たってない。攻撃当たってないじゃん。ちょっと、落ち着け。ほい、ナイス？ちょ、待って、弓矢が足りなくなっちゃう、こんなことしてたら。これでさ、倒しきんない方がいいと思う。弓矢足りなくなるから。でも、あそこのモリブリンぐらいは、これでやった方がいいかもしれん。ほれ、オッケー。モリブリンラスト一発。いいって、なんだ、君さ、そっちからの攻撃は来るのにさ、こっちからの攻撃受け付けないのずるくない？ねえ、こっちから弓矢しかあなたに当たんないんですよ、さっきから。おい、あいつ倒した。君、ずるいって、なんか体力多いし、864おかしくね？もう、待て。そこ。落ち着け。やべ、あぶねぶ。そこでしょ？ちょ、君邪魔。え？あれ動かせばいいんだよね。倒すわ、じゃあ。倒すよ、もう君邪魔だから。なんかヘッド当たんないし、当たった。ほら、もう一発？あと二発ぐらいか？ほら、オッケー。で、そこ当てて、よし。うわ、どんだけ時間かかったんだよ、今。いや、でもこれは相当なマモになるぞ。結構拾った。で、あ、待って。ブリーズロッド。これさ、後で必要になると思わない？あいつで。幼き武器マニアで。一応拾っといていい？いや、でもブリーズロッドじゃないよな。氷雪の槍だったか剣だったか。そんな感じだった気がするな。ブリーズロッドではなかった気がする。そして、待って、マスターソードがめっちゃ強い。ここにいると。これ超ありがたいね。で、うわ、待て。うわわわ。何が同性会なんだよ、これ。あ、大きな弓発見。これもらっとくね。これ強いから。こっちが正解ですか？これ開けますか？あ、でも開けれなくなってんだ。壊れてるわ、ここ。ごめんね、開けれない。君も、ちょっと、我慢してね。今、ああ、あ、目ある？そっち行きたいんだけど。あれ？どっかと、あ、そこ通るんだ。ってことは、こうして、行って、ほら、結構食らいますね。はい、ダルケルの守りで無理やり突破。ダルケルの守りももう使うときに使うから、MK さんは。で、ここで、リモコン爆弾置いて、あった、置いて、なんか普通にガノン城を攻略してない？ねえ、ガノン城を攻略しに来たわけじゃないんですよ、MK さんは、別に。外出れる、こっから。ってことは、こっから中入れ、あ、目ん玉あったぞ。ピュン、オッケー。これでここ通れるようになると思う。よーし、素晴らしい。そしたら、待てよ、普通にガノン城こう、あ、待って、この絵じゃない、これ来た、この絵の両手剣、これさ必要なんだよ。何がいらない、コログのうちはいらないかな今。いや、でも後で使う可能性あるな。くっかんぼうめ三角、いらないわ。で、この絵の両手剣が必要なはず。ミニチャレンジで。この絵のなんかを持ってこいって人いたよね。この辺か？あ、この絵シリーズと呼ばれる武器コレクターの間では有名な武器があり、これ1個でいいんだよね。この絵シリーズって言ってるから、この絵の両手剣でもう達成だと思う。オッケー。そして待って、一応他のも確認しておくと、ハイラル城の中にもしかしたら料理レシピに関する文献が残っているかもしれない。これもやんないといけない。そして、確かもう一個ぐらいあったよね。幼き、これファイアロッドだな、次は。ハイラル平原、あ、関係ないか？あれ？迷宮の地下、剣、あれ？関係ないか？二つか？あ、これだ。ほら、食堂近くの通路と訓練場と本丸の2階に、この衛兵の装備が残ってると。なるほど。
これもやんないといけないね。わかりました。ハイラル城結構やること多いな。こんにちは。奥まで来たけど。え？コログ反応してる。そしてこれアイスメーカーだよね。これあげるよ。こんにちは。え？あ、外だ。え、ああじゃあいいや。君はいいや。こっちも通れないから、あれもう牢屋終わり？終わりかな？一応他のとこも見ていくよ。こんにちは。一応コログもね、あ、そこ壊してないじゃん。ほら、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 君、160か。だったらすぐだぞ。オッケー。あ、なんか、鋼鉄リザルシールド、拾ってなかったみたい。はい、そしてマモのためにこちらも拾いまして、爆弾でここを壊していく。いや、やることまだまだだな。ほい！ここは？こんにちは。こんにちは。あ、あいつエレキだ。あぶね。エレキは強いぞ。エレキは強い。ほら、オッケーナイス。弓矢なくなっちゃうの。でもあんまこんなことしてると。うわー。あ、でも木の矢1個発見。まあ、MK さんがさっきミスったやつか。はい、そしてこの中からは、お、銀ルピーありがとう。100ルピーゲット。こんなもんか？牢屋はこんなもんか？こっち側も一応見まして、反対側なんかあった。あ、ここでも撮ってるな。そっから入ってきたのか。こっから入ってきたんだよね、多分ね。あー、ぽいぽいぽい。こっから入ってきたんだ。反対側行ってないのか。牢屋多くね。牢屋のミニチャレンジとかない？大丈夫？あったら今のうちにやっといた方がいいと思うんだけど。うわー！やるの？ちょっと待って。一旦こっち行ってからにしようって言ったらこっち行き止まりだ。やる？やるしかないよな。もう一回ここ来んのめんどくさいもんな。ちょっと待てよ。やるよ、じゃあ。やるよ。よし。マスターソードあるな。王家の弓あるな。行きます。こんにちは。うわー、出たースタルヒノックスだ。うわー。怖い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 。あ、頭になんか刺さってんな。ちょっと待てよ。頭になんか刺さってる、あいつ。あれ抜いて使いたいけど、本当は。でもいいや、これで。めっちゃ食らう。マスターソードめっちゃ食らう、こいつ。え、超簡単じゃん。だとしたら、ほらほらほら、待って、もうゴリ押せない、このまま。ほらほら、いって、ちょ、あぶね。ミファーの祈り、いつでもありがとう。わ、あと一発だったんだな。ちょっと待てよ、もういけるわこれ。うわー、惜しかった。あと一発で倒しきれてたんだ。待って、今倒したんじゃないの？今倒したと思ってた。ほいほいほい、待って、マスターソード、待って、とどめは目なのか。ほい、待てよ、とどめが刺せてない。なぜか、なんか特別な方法でとどめを刺さないといけないのか。爆弾か。待て、オッケー。あ、なるほど、目を出して最後これ。あー、武器を持ってないじゃないですか。これを最後攻撃と。オッケー。なるほどなるほどなるほどね。まあ、ゼルダの骨系といったら爆弾で倒すっていうのも定番ではあるんですけれど、オッケー。待って、ここさ、なんとなく思い出したぞ。もしかして、あれじゃね？ここで手に入るの。だとしたら、すごくね？今、現状手に入っていいものなんだっけ？まあ、いいっちゃいいんだけどさ。写し絵で、撮ってない。雷電の体験とかいらないよな。初めて見たけど、いらないと信じてるよ。はい、王家の弓じゃね、槍もゲットというか、まあ、写真撮りまして、そう、あのね、これ確かあれが入ってるよね。兵士訓練場最終試験、巨大な魔物を打ちし者、王国騎士と認める打ちし者ですよ。開けていきましょうか。はい、この中からはちょっと正面からじゃありませんが、来た、やっぱそうだったよね。ハイリアの盾、勇者が手にしたという伝説とともに、イニシアよりハイラル王家に受け継がれてきた盾。他を寄せ付けない圧倒的な防御力と耐久性を誇るということ。あ、なんで、それを手に入れないで何を手に入れるのよ、MK さん。ほい、今度こそ、ハイリアの盾、ゲット。2回目でも、この豪華演出なんですね。オッケー、ゲット。これ壊れるっけ？うわ、覚えてねえ。ハイリアの盾ってさ、これマスターソードと同じ感じだっけ？この、壊れても、また時間で回復するんだっけ？それとも、ハイリアの盾は回復しないんだっけ？うわー、忘れた。待って、忘れたとしたら使うの怖くねえか。ちょ待って、使うの怖えな。90ってめちゃくちゃ強いんだけど、これ、飾っといた方がいいんだっけ？いや、でも使いたいけど、どうなんだっけ、みんな。
入り盾って耐久なくなったら回復しないっけ？しないんだったらやめといた方がいいと思う、使うの。そしてもうこれでじゃあ牢屋は終わりだな。別にまあ牢屋メインで来たわけじゃないんですけど、なんか牢屋終わっちゃったんでこれはこれでいいとして、 MK さん、あ、これか、さっきのコログ。さっき MK さんがおい、ありそうで見つからなかったコログ。上か、いや違うな、こっちか。やっぱりどっかの壁を、あー、外にあんのかな。いやこれさ、もうマスターソードで行った方がいいと。マスターソードねんだ今。やべ、やったわやったわやった。おい、だったらもうこれだ。これで目くらまししつつ攻撃。はいはい、いいよ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 。でピピピピピってなったらまたあれやるから、はい、弓矢打つから。よしよし、いけ、ピピピピピってなったね。なったところ落ち着いて打てばいいから。はい、オッケー、いいよ。お、終わった。なんか簡単だね、この動かないタイプだったら。そして古代のコアとかは落ちてないと。うん、なんででしょうか。そしたら、ここは、はい、ハンマーにしまして、はい、夜光石とかゲット。え、コログ反応してるよ。どこ、この上かな。ま、そこ怪しいね。待てよ、上か下か斜めか。え、上かな。こんにちは。いや、この辺っぽいよ。でもこっち、うわ、なんかある、爆弾で壊すところ。あれかな、コログ。それとも、あ、これだった。待てよ、どこに何が出た。あー、出た出た出た。待って、そろそろさ、弓矢がねえかもしれねえ。 MK さん、普通に弓矢使いすぎた。大丈夫、あ、やべ、こういうのもったいない、矢がもったいない、矢使いすぎだって。あと一箇所、こっちか。待てよ、おい、うまっうまいのはうまいんだよな。ということで、はい、コログ一つゲットしまして、もう61個か。また集まってきたね。うわ、びくしゃ。ダルケルね、待てよ、あそこは爆弾あるけど一応やっとくよ。コログではないのか。コログだったらもうこの時点で反応するはずだもんね。ほい、ドン。どうですか、あ、宝箱。100ルピーがいいけど、なんかさっきから100ルピー多いから。おお、100ルピーだねめちゃくちゃ100ルピーばっかもらえるね。そしてここもいいんだけど、 MK さんは祠を探したいんですよ。地下の、地下に祠があったの記憶違いじゃないよな。さすがに自信あるぞ。あったぞ、地下に祠。いや、あったあったあったって。これ逆走してる今、もしかして。ちょっと待って、正反対の可能性があるな。とりあえず巡ってこう。うわー、これガーディアンに見つかりそう、そのうち。なんでこんな広いところに一匹もいないの。それがおかしくないか。あ、まあ、あの距離だったら大丈夫だよ。この距離だったら撃つときに走れば当たんない。オッケー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 。あいつも動けないタイプ。うーわ、待てよ、あのね、空飛んでるタイプのガーディアンはちょっとね、厄介っすねやるしかないんだけど。なんかこの辺じゃなかった、さっき MK さんいたの。あれあれれ、とりあえずその下入ってみたいけれど。うわー、あいつこっち来んなよ。怖い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 、来ない来ない来ない。オッケー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 。で、うわー、どうしよう。あ、なんか中に入れるね。一応入って中見てみましょうか。夜光石ゲット。っていうかさ、祠が近くにあったらさ、祠のあのあれが反応するはずなんだよね、シーカーセンサーが。ってことは多分正反対なんだよな、今いるところ。こっち来て、あ、また壊せるやつだ。壊すよ、一応。まあ中に繋がってんのかな、秘伝の。うわ、ダイヤモンドなんかハイラル城ちょっといいね。ハイラル城積もうかなハイラル城いいものいっぱい手に入るな。そしてここで料理をしろってことなんだろうけど、 MK さんは進むね多分まだ大丈夫、まだ大丈夫。あのガノン倒しに行くんだったらちゃんと料理したいけど、今ガノン倒しに行くわけじゃないから。あ、西高度来たよね、来たよね。ここ、ここさっきごちゃごちゃやってたとこだよね。あー、じゃあこっち気づいてなかったんだ私。なるほどなるほど。そしたら反対側に行きたいんですけども、これアイスメーカーで無理やり行くしかないよな。泳いでも多分無理だから、ちょっとアイスメーカーで無理やり行くね。ほい、あそこの橋の下通って向こう側に行けばまた違う地下が広がってるはず。とりあえずね、ガノン城に飛べるようにしないと。毎回毎回めんどくさいのよ。雨降ってきた最悪。あ、あと、え、雨降ってこれアイスメーカー登んのもさ、
雨でちょっとあれだぞ。ほら、やばいやばいやばい。まあ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 、高さ的に絶対大丈夫なんだけど、それでもちょっと嫌は嫌だな、一回落ちんの。で、こう来て、いいよいいよ。だったらもうこの辺でも変わんねえんだ。で、頭で壊すのだけちょっと気をつけようね。やばい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 、落ち着け。よし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 、ちゃんとゲージ回復して、そろそろ向こう着くよ。そう、あのね、あ、頭でね、このアイスメーカーの下、あ、またコルク反応してる。いやー、上なんだろうけど今登れないよ。 MK さん、雨降ってっから。リーバルトルネードを使う、無理やり。いや、コログ反応してんのはわかんだけどさ、使えないよ今。登れるかな。でも今使わないでいつ使うんだ。使おう。ほい、これで、あ、来た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 。この上、コログ、もっと上、あ、違うな、違う。ん、やっぱこの上だよね多分ね、普通に考えたら。今雨だから登れないんだってね、今雨だから登りにくいの。うわ、さっきのとこで、あ、ここ屋根判定だ。あ、違った屋根判定で楽だと思った。こう来て、あー、待てよ、ギリギリで登るんだよこれ。で、降りるでしょ。で、またギリギリで登るみたいなことをすれば、一応上には進んでいくんだけど、ただね、あ、見つかる？見つかったら終わりだよ。ちなみにだけど、見つかったらもう終わりだよこれ。待て、やばい。よし、落ち着け。ほい、でギュッと降りる。1,2,3,4,5,6 でまた飛ぶ。で1,2,3,4,5、あー、で、多分、あー、嘘、ちょっとちょっと勘弁して、勘弁して、勘弁してくれ。ほいねえ、もうなんで雨降った今のタイミングで。リーバルトルネードももうないし。4,5,6、ほい、で、グッと降りる。1,2,3,4,5,6、ほら、登る。で、グッと降りる。1,2,3,4,5、あった、うそ、ミファの祈りありがとう。いつでも使えるのね。1,2,3,4,5、登る。雨、ちょ、マジ雨。よ、と、ちょ、ほら、オッケー、ナイス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 普段だったらもっと簡単に登れんのに、こんなの。ほいほい、にゃん、4、5、あった、あった、待て、1,2,3,4,5、ほら、これ斜めのところがね、ちょっと登りにくいよねって感じ。オッケー。コログ、この辺なんだろう、その頂点かな。だとしたらめちゃくちゃ今相性悪いんだけどねえ。あ、あ、絶対それだ。あった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 、あるあるある。なんでコログ一個にこれ。オッケー、リーバルトルネード早いねリーバルトルネード回復早いよね。5分ぐらいで回復するのか。6分7分ぐらい。はい、オッケー。あれ、まだ反応してる。まだ反応してね。2個ある。待てよ、まだ反応してんな。こっち、まだ反応してる、まだ反応してる。やっぱこの上じゃない。やっぱりそこのさ、頂点ありそうっちゃありそうなんだよ。おい、いやでもそこ登んのきついな。今雨降ってっから、もうちょっとでやむよ。かリーバルトルネードを使うか。うわー、もうちょっとでやむな。1,2,3,4,5、ピュン、降りる。1,2,3,4,5、ピュン、降りる。あ、いや、もうちょい登れないですか、リンクさん。ジャンプ、あ、ちょっとっと、いや待って、反応、やべやべ、反応、もう一個反応してるよね。待てよ、あ、こっち降りて、こっちなのか。待てよ、反応してんだよもう一個。それが気になっちゃってさ。いやーでも橋の下かな。待てよ、こっちなんだよやっぱり。門の上にはコログいたけど、一匹だけ。これマグネで開くんだっけ、元はといえば。ほい、マグネで手前に引けば、なるほど。いえって、うわ、なんだお前、どこ、ちょっと言ってよ、いるなら。やばいやばい、降りろ。落ち着け。ここ、え、狙われてる？大丈夫？あ、あったわ、コログ。それだ。わかりづら。マスターソード回復。こう来て。どこ？え？どこ？あ、そこ、上登んのか。え、ここも、あ、てかもう雨降ってないわ。もう。なんだよ、さっきの雨は。ただ邪魔になっただけじゃん。あれ？あれ、どこ行った？あ、そっちか。変なの。変なところ。こう来て、ほい、で、うわ、
マジ？ちょっとこれ頑張りあんま使わない方がいいよね。どこまで続くかわかんないからさって言って使っちゃうんだけどね。上でしょ？待てよ。いや、さすがに足りるはず。ほい。で、うわ、まだ横か。怖い。怖い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 。いけるかな？うわ、まだ、やっべ。もうなんだよ。今、コログと平和に遊んでんの。やめて、やめて、今。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。終わった。あいつやるか？あいつやる？それも一つの手だよな。待てよ。まず食べれるもの全部食べて。食べれるもの食べて。待て。落ち着け。撃て。なあ、くそ。まか、あぶくっち。待てよ。待て待て待て。もう、わかった。もう、MK さんやる。しゃあね、あいつは。うら、ナイス。うわ、もうしょうがなかったわ。そして、なんか、コア落ちてたら急いで拾いに行く。ないか。あー、コアはない、ね。ないね。だったらいいわ。で、ここを、あっ、いや、終わった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 。終わってない、リンクさん。あぶねえ。ほい。待てよ。大丈夫だ。まだ間に合う。まだコログは間に合う。ほい。で、まだ最後じゃないの、そこ。どんだけ投げんだよ、ここのコログ。で、はい、ここ取って。あー、やっと終わりだ。長かった。はい、オッケー。これってさ、ゴール地点がコログの反応になってるわけじゃないよね、さすがに。さすがにそこは、あれか。で、この下だよな。とりあえず行けるとこまで行って。待てよ。なんかあったはずなんだよ。そこ上登るわ。待てよ。行ける？リンクさん？あ、リンクさん？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 最悪、なんか使うけど。リンクさん、行けると思ってますけど。いや、行けるはず。結構ギリギリだったけど、ここで登って登ってジャンピング、オッケー。ちょっと待って、今あの頑張りゲージがないのでやめていただいてもよろしいでしょうか。オッケー。あ、もったいないよ。もったいない。それはもったいないね。うわ、でももうないんだよな。これのやつか。おい、これね、おい。これね、おい。で、マスターソード回復したよね、力。ちょっと待って、マスターソードにこちら持ち替えて、またコログ反応してる、もしかして。あれ、またコログ反応して。ちょっと待って、コログいすぎだろ、ハイラル城に。なあ、ガノンが怖くないのか。なんでこんなにコログ反応すんだよ、ハイラル城。上？マジ？行くか。上で反応してる、コログが。あ、これだ、絶対これだ。ここで、爆弾。ほら、どんだけ今日コログの日なんだよ。持ち上げてと、オッケー。まあ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 、ハイラル城確かに今まで全然探索してなかったから、一気に大量に見つかるのも、まあそりゃそうかって感じではあるよね。で、そこの滝の中とかはか、なんかあるね。これなんですか。一応開け、あれ開けれないのか、これ水の中だったら。じゃあ、はい、こうして EX のやつではないな。で、滝の方も特にコログとかはなさ、いやー、やばいやばいやばい。なさそうなので、それは無視するとして、なんだろう、また100ルピーか。いや、でも今までの100ルピーってだいたい石っぽいやつに入ってた。サファイア、サファイアって260ルピーぐらいで売れるんだったっけ。だったら100ルピーよりはいいんだな。ここさ、待って、祠の反応が出るはずなんだよ、近くに行ったら、あったらね。まあぐるっと一周するまで何とも言えないけど、確か地下にあんだよね、ハイラル城の地下にあれが、祠が。で、ワープできたはずなんだよ。またそのパターンですか。じゃあもう使うよ。ほい、リーバルトルネード、上に上がって。あ、こんにちは、誰かいますか。誰もいないですか。あんまり MK さん戦おうって気はないんですけど、怖いね。上登って、あ、なんかあった。また100ルピーかな。基本的にこういうところにある電気の矢、まあいいでしょう。普通の矢の、あ、なんかあるね。これなんですか。これなんかの入り口でしょう。ピタロッケ、おい、おら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 。あ、しまっ、宝箱だな。待って、やばい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 、狙われて狙っちゃった。リンク、パッ、落ちないで。あ、何やってんの。待って、まだ来てる。さっき固定放題のやつ、今のって、それとも空中飛んでたやつか。
飛んでたやつだったらまずいんだけど、固定放題だったらなんとか逃げ切れるかと思います。また100ルピー、あーっとなかった。もうガノン城いろいろありすぎ。ガノン城ってかハイラル城、 MK さん多分ごっちゃになってるから喋ってる途中、それは許して。ほい、トラン、何また100ルピーじゃないのこれ。お金稼ぎに来るなら、お300、ちょっと待って、お金稼ぎに来るならハイラル城だぞこれ。めちゃくちゃお金もらえるじゃんここ。なんで、何その王族の財産みたいなのが転々としてるの、なんで転々とする。一応あれか、リスクヘッジ的な意味でってこと。こんにちは、コログとかはないですね。え、祠のさ反応が一切ないんだけど、そんなわけあるかな。これマグネか、なんかあるだろう絶対。ほらこういうところ怪しいからね、 EX ではないと。また100ルピーとかじゃない。ほい、おお、古代兵装屋、古代兵装屋がマジでありがたいね。すごくない、古代兵装屋一発だよガーディアン。歩行型とかできれば、あの空飛んでるやつだけに使いたいな。あの固定砲台系はね、正直ゴリ押しでも倒せちゃうから無視でいいと思う。え、もう一周しないこれ、え、もう一周しないそろそろ。ねえ、祠の反応なくない。MK、 あ、なんかあるね。あ、待って、あ、待って、夜行石ゲットで、こん中無理やり入って危ない。あ、ここさっき出たとこじゃない、東コード。あ、違うかな、あれこれどこに繋がるんだ。爆弾や5本、これどこに繋がるんだろう。行ってみる価値ありそうだな、ちょっと行ってみるか。登ってピーターロックで、おい、ちょ、マスターソードもったいねえな、マスターソードもったいねえな。まあいいや、使っちゃおう。どうせ回復するから。おい、マックスまでやって、どうだ、さっきのとこだったら嫌だけど、あ、なんか違うとこじゃないこれ。ちょっと待って、一回降りる。コログも反応したし、レア交渉もあった。ほら、おれ、オッケー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 、サファイアゲットで、コログ絶対そこでしょ、それだよな、どう考えても。これを、待て、ファイヤーの何か、うわ、あったあった、あぶねえ、一個だけあった、火炎の槍、多分ここだと思う、コログ。おい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 、ミスった、めちゃくちゃミスった。これでいくか、これで解けるよね一応。あれ、撃たなきゃ解けないのか。おいおい、もったいない。おい、どうですか、あとちょっとなんですけど。ほい、コログ、あれ、待て、微妙に溶けきってないのこれ。はい、どうですか、きたー。他のところは関係ないよね多分ね。うん、多分この一番でかいやつだけだと思う。うん、あとは反応してないしいいでしょう。いや、コログいすぎな。そして、あれ、マスターソード、あ、マスターソードはまだあるのか。したら、あれ、さっき鉄のハンマーみたいなの捨てちゃったんだっけ、壊れたのかな。ほいほい、岩塩とかゲットしつつ、この奥ちょっと先にトロッコ行かしちゃった。こんにちは、え、あ、トロッコあったよ、なんか広くない、岩ロック、いや、岩ロックなんていなかったと思うけど。おい、待てよ、なんかどうせ爆弾で壊せる壁があるんだろうこれ、ないのか。あれ、さっきからのパターン的には爆弾で壊せる壁がこの辺にあって、そっから中に侵入してみたいなことなんだけど、違うのかな。え、これ岩ロック、え、岩ロックじゃない、君岩ロックですか、君、うわ、ああ、石の、うわ、岩ロックだ。岩ロックいたっけ、あ、なんか上つながってる、やる、そんな強くないんだったらいいけど、強いかな、いい、あぶね、あれ、弱点どこ、あれ、弱点が見え、弱点が見えない、後ろ見て、あれ、あれ、弱点なくね、あれ、後ろか、真後ろ、ほい、あ、真後ろだ、こう、あ、レア交渉タイプ、ほい、あー、ちょっと強えな、ちょっと強えぞこいつ、ちょっとだけ強い可能性がある。そして待てよ、下のそいつら厄介だな、待て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 、君たち先に倒しちゃいって、爆弾だこれ、爆弾で、ほいで、待て待て、危ない、よし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 、1体倒した、夜光石か、これ置いて、君もね、ほい、オッケー、いって、うー
最後の最後まで攻撃してきたなあいつ。で、落ち着け、大丈夫、こういうのは大体当たんねえんだよ。で、はい、火打ち石消えちゃった火打ち石消えちゃったじゃん。待てよ、ここで、はい、うわ氷の矢もったいな。ちょっと待てよ、危ない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 。で、あ、通して通して通して、届いてない、あ、届いてる、いけ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 、マスターソードが届くんだったらもうそれでいいんだよ。ここ登って、はい、待て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 、こう来て、おい、届いてないんだな、届いてないんですよあと半分、岩ロックやる必要ある無視していい、こいつ、おい、こいつは何もさっきみたいなのないだろう、なんか条件みたいなのに入ってないだろう、おい、からの、あ、待て、怖いよ怖いよ怖いよ、痛い爆弾がいいのかな、やっぱり、ほい、からのドガン、オッケー、これで、あ、琥珀とか落ちてるね、いっぱい、で、また投げて、はい、ドガン、これでも転ばすことにしかなんないんだよね、結局ここじゃないとダメージ入んないから、ほい、とりあえず半分ぐらいまでいったよ。いや、さっきのさ、マスターソード連打できた時がめちゃくちゃ良かった、あれをもう一回やりたい、ほい、で、後ろ回って、おい、からの、おい、いいよ、あと半分、うわ、もったいねえな、これこれ、こう、爆弾薬の方がいいのか、威力考えるんだったら、はい、こう、いって、待て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 、ちょっと後ろ回って、なんか戦い方下手、うぅ、ダルケルの守りいつでも使えるよ。で、おい、今のこそじゃなかった、これ、いや、当たってねえんだよな、やっぱり、おい、これ、いや、攻撃が、いや、当たんねえんだよ、なんか、マスター、ちょっと、どこいるの、今、もう当たんねえのよ、マスターソードの攻撃が、おい、いや、もったいねえな、もったいねえな、リタロックでさ、でもすぐなんだよね、これ、そうだよ、あ、いけ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 、一発でも、一発でも、オッケー、ナイス、最後の最後で大逆転。今のいいね、ああやって上乗ってみたいなのありだな。お、そして待って、上に上がんないでよ、いろいろ、そして、はい、リーバルトルネードを使うまでもなく、あ、これを解禁するための岩ロックだったんだ、なるほどね。で、こっち側来れるようになりまして、もったいないよほい、ここまたどっかつながってんな、うわ、リザルフォスの動きしてる、絶対リザルフォス、うわ、目の前こんにちは、図書室、あ、図書室ってことは秘伝のレシピがあるのでは、ほい、秘伝のレシピあるとしたらここだぞ、こんにちは、秘伝のレシピを探してて、なんか読めそうな本あります、この辺と、いや、多分ね、分かりやすくなってると思う、あったとしたらね、ちょっと強いんだよな、この黒リザル、うわ、おらおらおら、おら、いけ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 、よし、いや、でもマスターソードの方が強い、マジでマスターソードが強い、あ、今これ王家の剣だ、ちょ、マスターソード使わせてや、だったら、おい、あ、大きな剣壊れた、だったらマスターソードで、おいマスターソードが強すぎる。で、秘伝のレシピ、なんか分かりやすい本のオブジェクトになってると思うんだよね、こういうとこにあんのかな、あ、これはなんかあるよ、来た、王家秘伝のレシピその1、姫様が大好きなフルーツケーキ、2種類以上のフルーツと多番多小麦、きび砂糖をじっくり煮込む、食べると頭がすっきりして古代技術の研究に集中できるらしい、オッケー、え、これじゃない、ちょっと待てよ、一旦こっち見さして、これ違う、王家秘伝のレシピ、はい、ハイラル城の、官邸料理人だったと知り、王家の料理に興味を持った馬宿のゴエタフ、ハイラル城の中にもしかしたら料理レシピに関する文献が残っているかもしれない、これだから何なんだ、これを作れって言われるのかな、それとも全部見つけないとこれミッション更新にならないだけか、大体こういうのってさ、読んだらミッション更新されましたみたいになるんだよ、それがなってないってことはもうちょっと本があるのか、それともさっき書いてあったのを作って持っていかないといけないっていうミッション、あ、またコログ、コログいすぎな、この上で、こんにちは、あ、これじゃない、マグネ、ほい、これで攻撃、あ、道にしろってことね、はい、じゃあこ、やばい、やばいやつ入れた、あぶね、これでこうして、なんかレシピとかないっすか、ないっすね、ほら
また雨降ってんな外。やめてやめてやめて。マスターソードの力オッケー。マスターソード強。あー、マモが欲しかった。こっちは、いや料理本っぽいのはないけどな。え、ぐるっと一周回っちゃったよ。ここ目ん玉ありますか、上かな。いや本格的に中入ってきちゃってんだよね。うわー、これ以上行くとマジで本格的に中入ってっちゃうことになる。ここ目玉ないの、うなんか落とした。あぶね、どこの誰だお前か。うれうら、今そっち行くからな。オリーバルトルネードだこういうの使えるときに使うんだから MK さんは。あやべ、ちょっとだけ調整して、でここでおらうまいなんか謎の角度だったけど、もう倒せたら何でもよしよ。こっち側にも本あんのかな。さっきその1って書いてあったから、最低でもその2その3ぐらいまではあるんだろうな。あのレシピないですか。いや、あの開いてる本になってるはずだ。だから本棚とかじゃないかも。全部テーブルの上か。だとしたら図書室だけじゃないんだろうな。え、このさ、こういうこと言い始めないよね、さすがに。この上とか言い始めたらもうやばいけど。いや、そんなことはしないでしょ、さすがにね。で、君、ちょっとレシピ本他どこにあるか知らない？図書室って一箇所しかないの？そして祠はMK さん、祠を探してるんだけど。まずはガノン城の。まずはガノン城の祠って思ってたら、違うのばっか見つかるじゃん。大丈夫だよな。あとないよね。え、図書室だけどね。図書室ぐらいにしかなさそうだけどね。レシピ本。あ、氷の矢。この辺は？中から出てくるとかはないだろうし。横のこの本棚のところにちっちゃい本がポツンとあってみたいな。パターンもありえなくはないけれど、いやパッと見ないんだよやっぱり。ってことは食堂とかにあるのか他のは。うんだろうな。そうなんだと思う。 OK 分かった。したらちょっと違うとこ行くわ。とりあえず図書室ここね。でこっちは、うわ、あ、こっちから来たんだ。 OKOKOK。 うわ、祠の反応も全然しないし、近かったらしてもよくない？でさっき読んだのがこれでしょ？なんか本読む台とかはあるんだけど、そういうのは関係なさそう。うん、びっくりした。イーバルトルネードすげえ溜まるな。ありがたいけど。で、コログ。コログカラカラしてるよ。コログカラカラしてるね。え？これ無理やり突破すんの？ここ。ほんと？この上は？コログ関係ない？関係ないね。待って、そこ無理やり突破すんのかな。ちょっとわからないので、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回も引き続きガノン城の方を進めて、ガノン城てかハイラル城の方を進めていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。